令和の時代のスタートに合わせて新しいアプリを作りました。この度カグラという名前のアプリを作り、皆さんのスマートフォンで利用していただけるようにシステムを組みました。 CGS や医師改革大学、政党 DIY、 それから龍馬プロジェクトといった私が関わる活動の情報を毎日無料で皆さんに配信しています。詳しいダウンロード方法は動画の説明欄に書いてありますので、そちらの方からダウンロードしていただき、ぜひ様々な情報を集めていってください。登録をお待ちしています。もう一人いましたね。もう一人いましたか。いや、一番人気の方忘れてますけど、コール太郎です。はい、はい、コール太郎先生はどうしますかね。どうですかね。まあでもね、今あの我々の仲間の篠原さんもですね、あのかなりですね、中国での、はい、皇の一族のですね、うん、深い結びつき、うん、はい、いや僕もこんなに許されたのというちょっと動画見てびっくりしましたけど、うん、あ、そっちなのかということが今明るみ出てますからね、うん、ちょっと心配ですね。うん、うん、だからまあ今回総裁選に出てバレちゃったっていう感じで。そうです ね、 ね、うん。うん。はい。なんか前からね、あの知ってる人は知ってたみたいですけど、うん、そういう企業があるというのは。うん、でも、ね、あれだけ優遇されてたとかですね。あの中国。日本大使ね。はい。うん。うん、あの中国でね、うん。うん。そういうことは多分知らなかったんじゃないかなと僕は思ってるんですけど。うん。うん、だから、あれは要するに河野洋平さんの利権ですよ。そうですよね。うん。でも単なる利権でもまあダメなんですけど、うん、さらに彼はですね、さこの歴史の話の流れで言うと、河野談話って出してるじゃないですか。うん、で安倍晋三さんでも変えられなかった。はい。あれはやっぱり日本にとって思いっきり負の遺産なので、うん、うん。やっぱでも逆に言うと向こうからしてみたら、うん、あれで一気にですね、うん、まあマウント取れるようになったわけですから、うん、すごい政治的な成果ですよね。そうですね。あれを日本人に出させたっていうことは、うん。だから河野洋平さんはね、優秀なんですよ。あの向こうから見ると。はい。うん。うん、はい、飴を与えればちゃんと働くというかね、うん、はい、うん、だからね、いやだから息子さんはなるべくお父さんとは違うような感じのね発言をされてましたけど、うん、今回の報道とか見てるとですね、うん、あでもやっぱり親子なんだなと、うん、一緒にやってんだなというのが分かっちゃいましたよね。やっぱお父さん好きなんでしょうね、うん、だって自分のなんか肝臓かなんかも移植してるんでしょ、お父さんに、うんうん、だからね、なんか、ちょっと、もうちょっとというか、だいぶ見方が変わっちゃいましたね。変わりましたね。はい、ただし、それが、まあ、あの、大手メディアが産経以外全く報道しない状況ですからね。はい。はい、うん。まあ、大変な話ですよね、うん。ね。テレビに至っては一切やってないじゃないですか。はい。見たことないです。テレビでそういうのなんか、去年のアメリカ大統領選挙みたいだね。うん。ね。うん。そうですね。都合のいいことを表示しない？ああ、ね、うん。ハンターが出てこないですもんね。出てこないですね。はい、ハンターが。はい。ハンターが出ない、治療が出ないみたいな。うん、はい。治療うまいっすね。はい。太郎、治療ですね、うん。はい。そうですね。だから、まあ、ね、いろいろ太陽光パネルとかをね、日本が推進してきたとか、うん、そういうのもなんか出てますし、うん、原発反対もね、裏があったんじゃないかとかですね、いろいろありますよね、うん。関連してくるのがね。うん。うん、だから、そうなってくると、ですけど、まあでも、言っても河野さんはね、長いあれで見るとですね、まあ、グローバリストの流れを組む方だと僕は、見ているので、うん、まあ、アメリカもついてるし、今の大きな流れの中でこれにをひっくり返すようなことはですね、うん、まあ、難しいかなとは思いますけど、うん、けど、忖度を働く可能性はありますね。うん、だから多分、太郎さん今ね、また先状態だと思うんですね。うん、っていうのは、グローバリストと、CCP の今、これが始まっちゃったので、はいはい、グローバリストからは、お前どっちにつくんだって多分言われると思うんですよ。うん。多分ですね。昔は一緒にやってましたからね、うん。その頃はそれでよかったんですよね。そうはい。米中蜜月自体はそれでよかったんだけど、はい、うん。だから、そうすると、ふらふらしてると、短期政権で終わると思うんですよ、はい。うん。うん。まあ、ふらふらしてなくても短期政権で終わりそうな気がするんですけどね。うん、はい。うん。いや、日本人も、その今でこそね、よく分かってないと思います。その報道がおかしいから。はい。ネット見てる人は分かってますけど、うん。だからネットのアンケートとテレビだけど全然違いますからね。はい。
から、あれですけど、でも、やっぱり政策やり出したら、分かり始めるんじゃないですか？特にコロナのも言ってることは僕はおかしいと思ってますし。うん、あとは、そうですね、官僚が多分動かないと思うんですよ。うん、こう、太郎さんだとね。はい。ああいうやり方だとね。うん。うん、ね、だいぶパワハラしてる音声も出てますしね。うんうん、それから、多分経済界も、あのままね、脱原発で突っ走られちゃうと、うん、はい、止まりますからね、経済が。うん、はい。うん。そうですね。だから、経団連は、岸田さんが推してですよね。うん。うん、なるほど、うん。そうでしょうね。うん、はい、はい。なので、うん、まあ、続かないと思うな、うん、太郎政権は。はい。うん、そうですね。まあね、なんとか高市さんに2位についていただいて、うん、はい。決選投票で、という願いで、うん、まあ、9月27日現在なんで、はい、見てますけれども。はい。でも太郎さん1位で、岸氏が2位で、高市さん3位だったら、はい、2、3連合で勝てるんですよ。うん。で、高市さんが入閣すればいいから。はい。うん。うん、ああ、そういうことですね、うん。入閣でいいと。そう。うん。いや、でもリーダー岸田さんですよ。いや、まあでも、うん。でも、岸と高市さんが組むとしたら、それは岸立てるでしょ、うん、高市さんは、うん。そうですかね。うん。うん、まあ多分、見てる方のほとんどは、高市政権を望まれていて、はい、他の候補だと、もう自民党に入れないとか、多分おっしゃる方いっぱいいると思うんですけど、はい、ちょっと待ってください。自民党に入れないと何が起こるかっていうと、組織票が勝つんですよ。公明党と日本共産党が。それでいいんですか、はい、うん。なかなかね。うん、はい。そういう点では、まず自民党に踏ん張ってもらわないと、というところになります。まあ、次の参院選では、参政党がね、はい、多分、出てくると思うんですけども。はい。うん、準備しております。はい。はい。ね。いや、とにかく受け皿がないんで、僕たちの思いの。そうですね。はい。うん、別に僕らも、別にね、自民党全否定するわけでもないし、うん、自民党にもいっぱいね、いい政治家いると思うんですけど、うん、でもやっぱり全体の政策として、こういうことを考えると、うん、なんかもっとバシッとやってほしいんですよね。うん。うんうん、まあ、それはね、ある意味理想だったとしても、うん、でも政治に理想がなくなったら終わりなんで、うん、でもそういうこと言う等も必要だろう。そうですよ。いうのが僕の考えですけどね。うん、だから本当は維新がね、はい、それで頑張ってくると僕思ったんですけども、うん、維新って結局グローバリストなんですよ。はい。そうですよ。ね。はい。だから、今回のあれで言うと、要するに河野側なんですよ。うん、はい。高市じゃないんですよ。はい。そうです。だから、橋本徹さんが、はい、なんかテレビの討論番組で、高市をバッシングしてて、はい。ね。はい、で、なんか、暗に河野氏みたいなことやってたじゃないですか。うん、はい、はい。あれじゃダメだ。うん。だって、人そうです。昔から平沼武夫さんのね、ボロクソ言ったりですね。うん、はい。まあ僕も一緒にやったことありますけど、うん、あ、違うんだなと。違うんですよ。昔、タカジンのそこまで行って委員会出てる時の発言を見てると、うん、あ、なんか考え方近いのかなと思ってたんですよね。うん、僕も勘違いしてたんですけど、うん、実際やっぱお付き合いしていろいろ話聞いてると、うん、あ、違うなと、うん。はい。やばいなと思って僕だから誘われたんですけど、うん、大阪市の会には賛同せずに、うん、自分たちでやったんですよ、うん。はい。それで大阪ではだいぶ悲惨な目に遭いましたけど、うん。うん、けどやっぱり近くにいて分かると分かるんですよね、うん、でそこに共感のある人とかあとは自民党にね行けなかった人たちとか、うん、そういう人たちが集まってるんで、うん、だからそっちには絶対行かないと思います、うん、そういう人が入らないからなるほどねもともと、うんうん、だから僕らみたいなのがねあそれだったら協力するよっていうふうに、まあ、10年前ですけど、うん、なってたらそっちの政党になってたでしょうけど、うんで、だから結局次世代の党の時も、うん、松田さん学さんたちは違うと思って出るわけですよそうねはい。だから相入れないんですよ、うんやっぱりこの右下ですよね。右下がまとまらないとね。うんはい、本当に。そうですね、うん。だからね、まあそこが多数になることはないと僕は思ってるんですけど、うんうん、でもまとまって、やっぱり一定の意見を出すことによって、中道の人たちがですね、うん、もうちょっとこっち側に来るんで、うん、はい。ここがバラバラすぎて、うん、なんかちょっと極端な右翼だみたいな風に言われてる間は、うん、ちょっと国の軸はまだまだグローバルの方に行っちゃうかなという風に思いますね。うんうんまあ、という感じで。はい。はい。今日は、まあ、3人のですね、総裁選のお話と絡めつつですね、はい、この、東アジア、まあ、アジア全体ですね、の今のこれからのこう国防連携というようなところを見てきました。はい。まあ、でも、ね、今こういう流れになってるんですよっていうこともですね、なかなかテレビとかでもちゃんと言ってくれないので、
はい。皆さん、このクワッド。で、うん、もうこれね、安倍総理の、まあ、日本主導の、うん、はい。っていうこともなかなかテレビとか言ってくれないんで、はい。日本主導で提案して形になってる。こんなこと戦後初めてですからね。はい。ので、こういう形が今できつつあるんだよ、ということ。あ、もう一つ。はい。安倍さんは、はい、この後どう動きますか？いや、それは、わからないですけど、僕も最近お会いしたこともないので、どうなんでしょうね。まあ、まあ、河野さんとは入れないから、はい、例えば岸田政権や高木政権になった時に、はい、安倍さんが政府の中に入るか、うん、あるいはなんか他のサポートするかっていうのはありえますよね。はい。はい、僕、中には入られないと思います。そうですか。はい。うんうん、入る必要もないと思いますね。なんか、もう、いろんなネットワークをお持ちだと思うので、うんうんうん、そちらの方で、やっていただいた方が、うん、影響力大きいんじゃないかなと。元首相という名前で、はい。いろいろやると。で、もうね、マスコミなんか安倍さん大嫌いな人いっぱいいますから、うん、あえてポジションにつくよりも、裏でやっていただいた方が、うん、あ、そうか。多分やりやすい。そうですね。はい。あ、隠れになっちゃうともう国会にもう縛り付けるでしょうからね、はい、予算委員会とか。はい。うん、あ、そうか。もうほっこりされてると思います、うん、そういうのは。うん、はい。で、なんかあったらすぐ叩きに来るわけですよ、うん、ちょっとしたお金のことで。うん、はい。だって、モリソンとかモディさんとかともう仲良しですもん、はい、モリさん。はい。ちょっと、こっちはね、ちょっと言い間違うけども。うん、ので、まあ、それこそ、そういうリーダーのところに、ね、自分の後継者としての自民党で、これと思う議員がいたら連れて行かれて、いろんな話をね、聞かせておくとか、そういうことしておいていただいた方がいいんじゃないですかね。コネクションを作っていくと。うん。あ、それいいですね。はい。そうなんですね。私たちも1期目の安倍政権終わった後に、いろいろお話させていただいてて、うん、あ、そういうことができる方だし、なんかそういうね、うん、指導を受けたいなと僕らは思って、お話受けてたことありますけど、うん、でももう一回やるっておっしゃったんです、その時から。うんうんうん、ね、その時僕無理でしょって言っちゃったんで、うん、後で恥をかいたんですけど、うん、まあだから今ね、1期終わられたんで、中に入ってもう一回っていうのはもう、何かなと思うんですけど、まあわかりません。僕の予想も外れますから。はい。まあ、安倍さんについて語るとですね、ね、安倍は裏切り者だってまた来るんですよ。もう、うん。そうですね。安倍は保守裏切ったみたいな、結局グローバリストだったみたいな、たくさん来るんですけども。まあまあね、うん。それはおっしゃる通りです。ただし、それは、政権を取ってる時は、はい、こっちの圧がすごいから、そうならざるを得ないんですよね。だから、安倍さんが辞めた後は、うん、僕はね、元の安倍さんに戻ってると思うんですよ、はい、元の右下のナショナリストの安倍さんに戻ってると、うん、で、そこはね、むしろ彼のそのいろんな能力を、うん、日本のために生かした方がいいと思うんですね、うんうん、そうすると関連ですけども、高市政権になった時に、はい、やっぱりこっちからの圧が来て、結局そのグローバルの方に引っ張られるんじゃないかという危惧もありますけども。間違いないと思います。うん。はい。それを、まあでも、それを全部拒否しちゃうと短期的に落ちちゃうから。そうです、無理です、無理です。ですよね。はい。そこがね、難しいんですよ。いや、だから僕ら参政党なんですよ。うん。ので、政権を持つ人たちはそんなこと言えないので、言えない。外で、そっちだ、そっちだっていう世論を作り上げて、いや、もう世論が止まらないんで、なるほど。世論なんでって言って、実は裏で見せながら、こっちへこっちへ持ってこないと、政治だけで持ってきたら、もう何政治主導するのでやってんだと。ね。もっとメディアでもコントロールしろよってなるじゃないですか。でも、僕らみたいな党があって、インターネットとかを使って上手にね、世論をこっちに引っ張ってくれば、やっぱり世論が一番強いんで、なんだかんだ言っても。ので、政権をこっちに持ってくれると。僕らそういう考え方で頑張ってやってるんで、そういうものがない限り、誰が政権取ろうと、安倍さんでも、あそこ、僕はいつも言うね、安倍さんでも、あそこまでしかできなかったんだから、今の自民党だけに任せておいたら無理でしょと。だから、こんなめんどくさいことして、政党制度作ってるんですよっていうのが、まあ僕らの、まあ思いなんですけどね。はい。その辺はやっぱ、松田学さんも、篠原さんも、いや、そうだよね、と。だからそういう意味では、仮に高市政権ができて、そのグローバル路線にグワーっていったときは、はい、どんどん叩いた方がいいんですね。そうです、世論はね。そうです、そうです。僕らはね。はい。うん、いや、僕もそう思いますよ。うん、だから、高市さん応援するけど、うん、でもやっぱりやることがおかしければ、言わないと、うん、高市さんやること何でも OK って話じゃないんで。そうですね。はい。うん、だから僕ら安倍政権とだいぶ批判しましたもん。うん、はい。うん。
ちょっと最近のそのネットの雰囲気がもうなんか高市政権になったら全部うまくいくみたいなね。いや、それだってみんな忘れてるんですよ。安倍政権誕生前もそうだったじゃないですか。そうそうそう。はい。僕らもやりましたけど。でも、だから。で、裏切れると裏切ったって言ったそうです。はい。いや、裏切ったとかじゃなくて、ね、じゃああなた総理やってみたらって話だと僕は思うんですけどね。いろんな圧がかかるわけですから。ね。はい。ということで、まあ、総裁選に絡めて、はい、はい、お話をさせていただきましたけど、はい、ちょっと、僕も喋りすぎましたが、はい、次週からです。来週からですね、うん、はい、このオーストラリア、はい、について、4週ぐらいにわたって、歴史と政治見ていきますので、はい、はい、来週も。オーストラリアもぐちゃぐちゃです、実は。はい。いや、でも、ね、私もオーストラリアのことを詳しく知らないので、うん、はい、楽しみにお聞きしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。